はい、どうも皆さんおはようございます。2024年、3月の20日水曜日、秋分の日でございました。東北新幹線仙台駅です。今日はですね、今こちら13番に停まっておりますはやぶさ2号に乗りまして、大宮駅までの様子をお届けしてまいります。仙台方面からね、一番早く首都圏に行ける新幹線はこのはやぶさ2号、次は大宮、終点東京に停まります。いや、今日ちょっとコンセントね、全席タイプの車両ではなくて、まあ、U16 編成でしたが、まあ、座席ね、しっかり指定しておりますんで、はい、指定席ないとね、乗車することができません。でね、ダイヤ改正後ほぼほぼ東北新幹線 E5 系になりましたから、お隣の14番にね、やまびこ122号がいるんですよ。 E5 系ね、福島でね、あの E8 系翼と連結して走る翼じゃないやまびこ号ですけど、いやー、なんか大きく変わりましたね。 E8 系な、まだ乗ったことないんですけど、まあ今日ね、多分乗れますんで楽しみにしておきましょう。そんなわけでよろしくお願いします。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は東北新幹線はやぶさ号東京行き、電車指定席で自由席はございません。次は大宮に停まります。ちょうど太陽の光がね、上がろうとしているんですけど、まだ完全に上がりきってないのかな。そして下には東北本線が見えています。在来線ね、昔は特急列車とかもね、たくさん走っておりましたが、現在はねほぼほぼ走っておりません。仙台から運転される特急は常磐線経由の特急日立号で、仙台駅を出発しますと、今こちら左側で、ね、東北本線が見えておりますが、こちらは長町ですね。昔は地上駅だったんですけど、現在は、ね、高架化されています。この長町と次の大志堂とかのあたりかな、高架化されてますので、まあ、時間帯によっては並走する区間をね、はい、まあ、並走する姿を楽しむことができます。で、今回乗車しておりますのがね、1号車の、1番 A 席ですこの席なんだかのあんま乗ったことがなかったんで、まあ、乗ってみたいなと思ってたんですけど、ちょっとまた話を戻しまして、ここのね、橋梁めっちゃ立派なんですが、ここでね、東北本線とはお別れです。一番前の座席ですので、テーブルがね、この壁に備え付けられた感じになっておりまして、ちょっと大きめな感じなんですかね。今とりあえずちょっと今日 Apple Watch 充電してくるの忘れたんで、とりあえずコンセントぶっ刺して今充電しているところで、そうで、一番前だったらね、コンセントがね全部ついてるので、もちろんね、この下の窓側だろうか一番前だろうがね、使うことができます。今回乗っているのは確か U16 編成ということで、コンセントが全席についているタイプの車両ではありません。ですので、普通であればコンセントは、ね、全席対応ではありませんが、一番前であればコンセントがね全席についておりますので、まあ今日はねそこまで混んでいる感じでもなかったんで、ちょっとね、ここの多分本来ここは B 席の方が使う場所なんですけど、で、まああと最近の新幹線でよくありますのがね、こちらですね、荷物棚ね。昔はここはね、座席が2つあったんですけど、最近の新幹線だったらもう最初から設置されてますが、昔はこれ確か奇数号車だけだったと思うんですけど、今ってどうなんですかね。現在の時刻が6時45分なので、多分もうちょっとで新白川、じゃあごめんなさい、間違った、白石座王かな。大体の早山さんだったら先行の関係で大体ここら辺でいつも減速するんですけど、この列車はどうなんだろう、まあ、ここら辺では地震もあったんでね、その関係で減速するのがちょっと詳しくはわからないんですけど、なんかさっきより遅くなったな。やっぱ白石座王は遅いんだな。最初は白石座王です。現在大体ね、これぐらいです。今230キロぐらいですね。やっぱ遅いんだよな。やっぱここら辺で減速するっていうのはやっぱ何かしら理由があるんですよね、多分。で、まあせっかくなんで今回乗車しておりますこのはやぶさ2号ですね、
途中の停車駅と到着時刻も簡単にご紹介していけたらと思います。これ別に映しても大丈夫だよな。今回乗車しておりますのははやぶさ2号東京行きです。仙台6時35分に出発しまして、次は大宮7時42分の到着、終点東京が8時7分です。早いですよね。まあ、もちろんはやぶさなんでね、仙台大宮間はノンストップで運転されるんですが、上野も止まりません。でこの列車の前に仙台から運転される新幹線が2つありまして、まず1つ前が仙台を6時23分に出発しますやまびこ204号東京行きです。この列車に関しては途中白石蔵王駅のみを通過する、また少し、ね、変わった新幹線となっておりまして、17両編成で運転されます。終点東京は8時33分の到着ですので、今乗っているはやぶさ2号より、ね、後に到着します。でさらにその1本前を走りますのがやまびこ202号東京行きです。これは仙台を6時7分に出発しまして、こちらは逆に新白川駅のみを通過して、終点東京は8時14分に到着。まあ、この今乗っている列車よりも7分後に終点東京に着くことになります。スピードもだんだん戻ってきましたね。300キロを超えて313キロぐらいです。まあ、早いですね。さあね、山が近くなってきたらもうここでもう毎度おなじみ忍山トンネルを通り、まもなく福島です。ここめっちゃ左カーブなんですよね。おー曲がってる曲がってる、あーめっちゃ左に曲がってるよ。映像じゃ分かんないかもしれないですけど、めっちゃ左に傾いてて、トンネルを抜けたらね、上りの場合ってアプローチで見えるのかな、この現在建設中の姿。あ見えるわ。おお結構できてますね。ここでね合流して、はい福島です。早い。左側も新鮮ですね。もうちょっとで黒磯かな。おお531系だ。あごめんなさい、いい531系ね。5両編成。そう黒磯駅がねちょうどデッドセクションといって、この直流と交流が交わるところなので、その関係でね車両が高直流対応の車両が活躍しているわけなんですけど、おあ来た来た、合流合流、なんか止まってるかな。あ何もいないね。今7時12分です。で、まあ、だんだん宇都宮が近づいてきますので、そのうち減速すると思うんですが、まだ全然300キロオーバーでね、はい、ぶっ飛ばしております。東北新幹線は宇都宮から盛岡に関しては国内最速320キロ運転が可能です。でこの E5 系と E6 系の場合がね320キロ対応です。でまあ、この春の大会戦でデビューしました E8 系は300キロ対応ですので、宇都宮までに関しては300キロ運転が可能です。ただ宇都宮より南の区間はね、いくら頑張っても275キロまでしか走ることできませんので、減速してきたのは一気にスピードが下がってきた、その数字の表れですよね。まもなく宇都宮です。どれぐらいまで下げるんだろう。275ぐらいまで下げるのかな。もうちょい下げるのかな。おお、なんかいろんな列車がたくさん止まってますが、E2 系が、ね、いるはずですよ。おいた。おお、なんかちょっと感動。仙台運用の、ね、数少ない E2 系です。最後の通過駅は小山です。東京ホームに関してはホームが2つありますが、基本一番奥のホームはあまり使われません。まあ、たまに入る運用もあったかな。多分もうじきね上越北陸新幹線とかあとニューシャトルがね多分見えてくると思うんですけど、普段右側に乗ってるんでね、あんまり、まあ、合流してきたなーとかねすぐ分かるんですけど、左側なんでね、どの辺りで合流してくるかねちょっと忘れちゃいましたね。あこの感じもうそろそろじゃないかな。一番奥にねニューシャトルって進行通信システムっていうのがあって、まあ、イメージ的には、まあ、タイヤで走る電車みたいな感じかな。まあ、電車っていう表現が正しいのか分かんないけど。で、お隣に、ね、上越北陸新幹線の上りがここで合流して、
まあ、線路が、ね、4体制になります。まもなく大宮です。上越新幹線、北陸新幹線、長野、富山、金沢方面。その北陸新幹線鶴が延伸されてから、ね、まだ乗ったことないんでね、まあ、今日は乗れないんですけど乗りたいな。いや鶴がまで新幹線で1本で行ける時代になったのか。本当に新たな、あ14番か、左側だ。降りる準備しよう。やっぱ普通に朝は寒いっすね。ちょっとやっぱちゃんと上着持ってきてて正解だったな。であとちょっと18番に移動しますが、まあ、ちょっと時間に余裕がありますので、ね、少し新幹線撮影して終わることにいたしましょう。トキ300号でちょっと停車駅が多めな感じなんですよね。さっきのはやぶさ2号みたいにね、あのノンストップで運転してたら多分もうちょっと早く着けるはずなんですよ。18番線に来たのが浅間号です。本当はね、まあ、もちろんあの列車に乗ってもあの高崎には着けるんで問題ないんですけど、ただ駅ネットの割引を使いたかったので今日はパスしました。谷川だろうが都議号だろうがどうせ E2 系じゃなくてあの E7 系とか W7 系に変わりはないので。あ、回送来るんだこの時間に。さっき宇都宮で抜かしたね E2 系やまびこ202号が到着です。なので結果的にもうはやぶさ2号であればあの浅間号でね乗り換えができるんですけど、202号に乗っちゃうと乗り換えができないんですよね。ちょうどほら出発していくときにこっち入線してきますのでね、これが反対パターンだったらね、ここで、まあこまあ、大宮で降りてわざわざ東京方面に戻る人なんて多分そうそういないと思うんですけど。わあなんかいいな、15番に22系か。おお、ああやっぱそうだよね、停車位置が J70編成かな。いいっすね。いやなんか新鮮だな。でもこれでサムネ作っちゃうとね、停車位置に被るじゃないですか、良くないんですよね。いやいいな、 E2 系なんか久しぶりに見たけど、まあ、那須の方はねまだ走るからな、まあ、ただあの仙台運輸がまあ激変したってだけなので。でもこうやって見るとやっぱ古いなっていうのが分かるんですけど、ただコンセント付き車両なんで新しいといえば新しいんです。まあ E2 系に乗りたい方はね、はやぶさ2号から少し時間待ってこのね202号に乗って東京に行くっていうのも、まあ、一つのねパターンとしてはありかもしれません。はい、東京方面でね、仙台から早く移動される際はこのはやぶさ2号を使い、上野駅に行かれる際は高速の時300号や、ねまあ、E2 系に乗りたい方はぜひ、ね、今出発していきましたやまびこ202号をご利用ください。ではそんなわけで本日の動画はこちらで終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。